ダキニテン仏像随1783年、ダキニテンは仏教の神、野舎の一種とされる。ダキニという名は、ボンゴのダーキニーを翻訳したものである。また、ダキニテン、空立ちにテンとも漢字表記し、テンとも呼ばれる。ダキニ、テンとは、日本特有の呼び方であり、中国の仏典では、テンがつくことはなく、ダキニとのみ記される。ダーキニーは、 もともと集団や種族を指す名であるが、日本のダキニ天は一個の御子と格を表すようになった。日本では稲荷信仰と混同されて集合し、一般に百個に乗る天女の姿で表される。狐の生とされ、稲荷権限、飯綱権限と同一視される。剣、宝珠、稲束、鎌などを持ち物とする。ダキニ天の起源であるインドのダーキニーは、羅針で虚空をかけ、 人肉を食べる魔女である。ダーキニーの起源は明らかでないが、ヒンドゥー教もしくは、ベンガル地方の土着信仰から仏教に導入されたと考えられている。立川武蔵によれば、ダーキニーは仏教に取り入れられた後、ヒンドゥー教でも女神として知られるようになった。元は、ベンガル地方の女神カーリーの次女で、後に、カーリーが、ヒンドゥー教の神、シァの日とされたため、 ダーキニーも、芝の剣族とされた、と立川は説明している。また、津田真一の言う、屍兼林の宗教の御子に起源を求める説もある。ダーキニーと、容疑にいい。西ベンガル州の祭典ヒンドゥー教では、カーリーの剣族とされ、カーリーに付き従って屍兼林を彷徨い、敵を殺し、その血肉を喰らうめき、野車女となっている。初期密教では、ダーキニーは、 羅折女の類であり、ダキニの害を除くための呪文などが説かれている。また、人間と死との間に生まれた子が、ダキニや、タトギとなり、はじめは鳥獣を、後には人肉を食うようになったとの話も見られる。中期密教では、大日如来の化身である、大国天によって長伏され、死者の心臓であれば食べることを許可されたという説話が生まれた。大国天は、 屍林でダキニを召集し、高三世の訪問によって、これを降伏し仏道に消えさせた。そして、切り書くという信言と印をダキニに授けたとされる。自由自在の通力を有し、六ヶ月前に人の死を知り、死ぬまではその人を看護し、死の直後に心臓を取って、これを食べると言われる。人間の心臓には、人気という生命力の源があり、それが、 ダキニの呪力の元となっているのである。インドの後期密教においては、タントラやシャクティ信仰の影響で、ラタイデサレ神戸ベなどを持つ、女神の姿で描かれるようになっていった。名妃と呼ばれる、女性ハイグーソンとして登場する。ドクロハイや肉切れ包丁を手にした裸の女性の姿で表され、ヨーギニーとも呼ばれる。 無常ゆがントラの密教修行において、行者の性的パートナーの役割を担う。仏教学者の津田真一は、後期密教のダーキニーは7から8世紀のインドで、オルギー的宗教儀礼を行っていた魔女たちの集団であったと想定した。田中博明は、この津田の仮説を下敷きにして、ダーキニーは中世インドの屍林で祀られていた、土着宗教の女神の眷属であったが、 その女神の指導に仕える巫女もまた、ダーキニーと呼ばれたと推察している。大蔵曼荼羅、外混合部院の滝二州清盛と滝二天清水期、平品戦1840年グゼ寺三門に祀られる木製の滝二天、平安初期に空海により伝えられた、新言密教では、滝には、大蔵曼荼羅の外混合院、南方に配せられ、脱世紀として、円間天の県属となっている。 半裸で、チキ屋担当、死肉を手にする姿であるが、後の閻魔天曼ラでは、薬袋らしき革の小袋を持つようになる。さらに時代が下ると、その形像は半裸型から白虎にまたがる、女天型へと変化し、滝に、天と呼ばれるようになる。また、たつきつねを菩薩、ききつね天皇とも呼ばれる。滝に天曼羅中世になると、天皇の即位感情において、 滝二天の神言を唱えるようになり、この儀礼で金と銀の滝二天の像を左右に、祀るという文献も存在する。また、平の清盛などが、滝二天の手法を行っていたと言われ、げ平ぺ水記には清盛が狩りの途中で、滝二天と出会い、この手法を行うか迷う場面が記されている。ただし、げ平ぺ水記はあくまでも後世に書かれた文学作品であり、清盛が実際に、 抱き二点の手法を行っていたとする根拠はない。抱き二点の名は、敵対する僧侶を、レッテル張りして罵倒する際にも用いられた。例えば、新言衆の誘拐の、法教省では、誘拐の性的である門官が、抱き二点を祀る様相として非難されている。通俗書の類はこれをそのまま採用するものがあるが、二十一世紀、現在の研究では、これは、ただの言われのない誹謗中傷であり、 実際には門官が、滝に点を信仰したことはないことが判明している。この御事点は祭るのが非常に難しく、一度祭ると、自分の命と引き換えに最後まで、その信仰を受け持ちすることが必須とされ、もしその約束を破ると、その手法を止めた途端に没落する、あるいは最下がもたらされるとも考えられていた。従って、これは、外乗りとして考えられることもある。 生まれる信仰でもあった。滝二天の手法を外乗りと呼んだ例は、中世文学に見られ、平家物語には、かの外乗り行を引けるひじりを追い出さんとす。原平清水期には、宮外乗り成就のものは、太平期には、外乗り成就の人のありけるに、との記述がある。滝二天は後々に性愛を司る神と解釈された。日本では、鎌倉時代の13世紀前半頃に、 滝きにてを祀る、名称不明の密教集団が現れ、ドクロ本尊というされ神戸を本尊とする、性的儀式を行った。新言立川流の心邸は、彼の法集団と敵対し、受法用人衆を表して、これを邪教と求断した。彼の法集団はおそらく14世紀前半、頃までには消滅した。なお、通俗書や2000年代以前の研究書では、立川流は、 抱き二点を祀ったとして邪教師され、江戸時代には遂に途絶えたなどというように解説するものが多いが、立川流の側を抱き二点信仰団体とするのは、誘拐の法教省などによって広まった誤解である。狐は古来より古墳や塚に巣穴を作り、時には死体を食うことが知られていた。また人の死など未来を知り、これを告げると思われていた。あるいは狐小比などでは、 人の正気を奪う動物として描かれることも多かった。ダキニはこのキツネとの結びつきにより、日本では神道の稲荷と集合するきっかけとなったとされている。なお、キツネとダキニの結びつきはすでに中国において見られるが、キツネに乗るダキニの像というのは中世の日本で生み出された姿であり、インド、中国戦術の密教経典、儀機には存在しないものである。 戦国時代には各地の武将が白珍珠稲荷として滝二天を祀るようになる。武将たちの生命のかかった城に祀られる稲荷は恩敵大山を祈願し当選に勝利するため滝二天が大部分だったと考えられている。現在でも久保田城跡、小諸城跡、浜松城跡など城跡で稲荷者の祭祀が続けられるところは少なくない。近世になると滝二天は 伏見稲荷本願書、豊川稲荷、西条稲荷、王子稲荷、別当金輪寺のように、月物落としや、病気兵優、海運出世の福徳神として信仰される。俗に抱きに天は人を選ばないと言われ、誰でも願望を成就させると信じられたため、幕都や遊女、被差別階級等にも広く信仰を集めた。明治政府が成立すると、神仏分離政策を受け、 それまで全国の寺社に滝二天を誕生していた愛禅寺は廃寺となり、伏見稲荷で滝二天を祭祀することは途絶えた。また滝二天を祀っていた稲荷社も多くは丘の三霊神などを祭神とする稲荷神社となった。しかし豊川稲荷や最上稲荷など、なお豊川稲荷では滝二天を祈祷のな本尊として大般若行天独が 最上位なりでは同じく勃権価値が行われているが、これは中世に外乗りと呼ばれた手法とは全く別のものである。バジュラ・バーラーヒー・マンダラ・チベットを踊るダーキニー後期密教を取り入れたチベットでは、ダーキニーはカンド・カンドマと呼ばれる。密教の行者を悟りに導く女神とされ、重要な位置を占める。無情湯がタントラのマンダラでは、 中村であるヘルカと名飛であるダーキニーとが交わる、不母物が描かれ、中村の周囲にも、建属的なダーキニーが配される。それらの中には、超重頭を持つものもある。また、埋蔵経典の死者の書にも多くのダーキニーが登場する。代表的なものとしては、チャクラサンバラの名飛、バジュラバーラーヒ、ヘイバジュラの名飛ナイラートマー、カーラチャクラの名飛ビッシュバマーターなどである。 中でもイノシシの面を側頭部に持ち、そこから発する鋭い叫び声で幻影を打ち砕くというバジュラバーラーヒーは単独でも多く、信仰される。バジュラバーラーヒーは、チベット語では、ドルジェッパクモと言い,い、その化身である天章ラマとされる女性が受け継ぐ、名石の名称ともなっている。現在は、ドルジェッパクモ十二世である。音だけにギャチギャカにソ素カオ音切りカク素ワカなうまく、 サマンダボダナンキリカソワカオンシラバッタニリューンソワカ、ジャッカルとカーリーインドでジャッカルはカーリーなどドルガーの経類としばしば結びつけられる。ありがとうございます。